宝くじの中身39.8%税金47%払い戻し金13.2%販売店手数料ということで47%に行くのが計算上計算上ね5万円を払ったので2万4千円ぐらいだったらまあ普通なので2万5千円いったら運はいい方ああなるほどね え違う7億だっつってなこっちは10億だっつってん,なんでこんな高額にしたのか1億で嬉しくないいやぶっちゃけ庶民にとってさ 1>,、うん、1億と7億多分一緒だと思うんなあ怖い発言か7億を一人にするより1億をもっと多く当たるようにした方がはいはいはいなんか社会的にはいいんじゃないかなっていう気も、ね、君いくら<う>え君いくら僕がいくらかの君という存在をじゃあ10億円ああじゃあ買うわ 下に付き従って、池上さんがいかに素晴らしいかを常に俺が二度だって言ったら、はい、池上さんはいつも素敵なお食事お食事をたくさん食べられて素敵な存在ですとか、なんかそういうの言うんだよ君。君さん一億払って別の仕事とたやる。いやいやいや、君に言わせるに価値があるって話でしょ。はい。まだあんの多いな。当たりそうじゃん。ほら。え、連番変えよう。何から。 でほら連ンバー前後賞とかあるじゃんくて、前後賞を期待するやつは腑抜け。<laughs>